じゃあ、あれやな、やっぱあれも。30年前に、はい。この谷口地が伸びてて、それで、たまたま苗が余ったんですよ。お着やな、あんた。あの、土地があるから植えてみたらどうかって。俺、話で植えてみたのがこれなんです。毎年こんな木で咲くんですよ。ああ、咲かない方がいい、咲かない方がいい。いや、そんなことない。これ、あれ？みんな見に行くのね。いや、顔が違う。え？ああ、そうなんですか。全然。ダメですか。ダメなんですよ。今、これ、今はマスクしてないですけど、普段マスクしてる。また食べる？起きて食べなさいよ。まさかお嫁さんが花粉に苦しむことになろうとは、義理のお父さんも思わなかったでしょうね。起きて食べて。美味しいやろ？